営業本部2期ゴルフは関東地方を中心にゴルフ用品のチェーンストアを全国展開するゴルフ用品専門店である。本社は東京都板橋区清水町にあり、営業本部は東京都北区赤羽1丁目に置いている。なお、本店は発祥の地である東京都台東区への6丁目にある。1973年二期の菓子のゴルフ事業部として、 創業を1979年株式会社ワールドスポーツエンタープライズとして設立。1994年から社名も株式会社ニ期ゴルフ都市。1999年ニ期マサトが社長就任。1947年にニ期ゲンジが板橋にニ期食品工業所を設立し、菓子の製造、業商を始める。 1949年から雨横に店舗を構え、小売り、現金問屋となる。それから24年後の1973年に、ゴルフ部門を設立し、ゴルフ用品の販売に乗り出すようになる。ゴルフ部門は6年後の1979年に、株式会社ワールドスポーツエンタープライズとして、別法人化され、こうして、2期ゴルフが成立した。本社は、 ゴルフ用品の販売を専門に行い、ゴルフ場の予約サービスなども行っているが、ゴルフ関連以外の事業は行っていない。2期ゴルフがアメ横に1号店を創業した1973年は、日本にゴルフブームが根付き始めた時期と重なっている。この年は、尾崎正史がマスターズで自己最高の8位入賞を果たし、青木磯が日本ゴルフツアーで6勝を挙げている。 日本ゴルフツアーにおける賞金ランキング制度もこの年から始まった。マスターズの衛星放送中継が開始されたのも同じ時期にあたる。それらの影響でアマチュアゴルファーも大幅に増え始めたが現在に比べるとゴルフを始めるハードルはまだ高かった。そうした早い時期にアメ横で回転した二期ゴルフは 日本におけるゴルフ用品普及に大きく貢献したと言えよう。東日本を中心に北海道から福岡県まで全国展開を進め、店舗も売り上げ規模ともに母体となった2期の歌詞をしのぐ規模に成長している。テレビコマーシャルには最初は親会社2期の歌詞にも出演していた初代林家三平が出演し、その後、 林やコンペを経て2011年現在は9代目、林や肖像を起用している。肖像が歌う CM ソングは、肖像の趣味であるジャズのスイングとゴルフのスイングをかけた内容となっている。2010年4月から少年隊の西木織一世をホストに起用した、同社一社提供のゴルフ番組、日記ゴルフプレゼンツ日記ゴルフ、2011年4月からは、 番組をリニューアルした新日記ゴルフが放送されていた。通常のゴルフ番組と異なり、日記ゴルフが取り扱う各種ゴルフ用品の紹介コーナーに時間が割かれるなど、ショッピング番組的な特徴があった。ありがとうございます。